J1 ハウス始まるよ。感じ300は車買えラベンダー恋人の花ね、まあ、甘い蜜がありそうですね。いくらですか？いやマジで歌うまい。怖い、もう怖いあんま動きたくないですよ。あっちの方がかっこよく見えますね。見えます。あっちの人生の少しの、まあ、先輩としてねためになることを教えられたらなと思っております。はい、だから自分のね新たなブランディングしたキャッチフレーズを今から皆さんに考えていただきたいなと。教科書に載る男、楽しみです。ああ素晴らしい。近所宇宙海外です。僕はボディービルダーを目指しますもうわけわかんないグループになるからやめて。ではちょっとご飯を。はい、あ、おしかった。声あっすごいいいじゃん。 J1 ハウス。僕たち JO1 が渋谷店、ルビートの渋谷店メンズの方にお邪魔してさせていただいております。なんか新作商品も出たばっかみたいなのチェックできたらなと思ってます。楽しみですね。とにかくなんかすごいですね。でもやっぱすごいですすごいしか言えないですありがとうございます。静かにしないとダメです。ここはそういうところじゃないんで、ちょっと静かにしないとダメなんですこういう感じです値段聞いてください。300万。車買える。なんかスタイリストさんが俺が切ってもなんか300万なんかやらしくならんっていう、品が出るからって言ってされました。ありがとうございます。いい感じです。ありがとうございます。やばい、今日ずっと多分ビクビクしてます。届いてください今日はちょっとはい、ちょっとお上品に行こうかな。お上品バージョンのこの順位。これ人に見えなくないですか？すごいシンプルで。じゃあちゃんとこっちに。すごいカジュアルに。そういうのがいいよね。シュー君の上手ですか？どっちに？いや、他の右足。ああ。あっちの方がかっこよく見えますね。ルイ・ヴィトンの花ね。甘い蜜がありそうですね。いくらですか？マジで歌うまい。これすごい。うわ。そう。で、あ、これを映えさせればいいんだよね。かわいくない？じゃじゃーん。いいですね。今回僕のこのおすすめのこれと少し合った色で
決めてみました。マメちゃん、マメちゃんか。これマジで可愛い。いや俺からさつどんは気になるわ、こういうのまあ今夏だし、ね、ラベンダー、めっちゃいいです。すごいね。すごいですか、うん、なんか手が長く見える。わ、どこに置いてあったんですか。そこに置いてあった。すごいね、それは。マジシャイマジシャイ。あの、ファンタスティックビーストです。ファンタスティックビースト、確かに。かわいい。かわいくない。開くの。いた先に人がいます。かぶった。こっち側めっちゃ好き、うん、かわいい。いいなぁ。そうですね、はい。初めてですか。すごい、裏の柄も見えてめっちゃ可愛い。リュックショっていうコーディネートなんか腕元こう、そう少しめくっても、はい、怖い、もう怖い。あんま動きたくないです。ちょっとあんま、どうしよう、はい、あんま、ここあんま動かしたくないです。一旦、はい、ちょっと一旦外します。はい。キラッキラしてるやばい。やばいやばい、調子に乗ってる。おい、どう、カツ。そろそろ時間で行こうかなって感じですね、ほんまに。冬にね、彼女と待ち合わせてって全部リビドンで、こいついいやろ。形がなんかブーツって結構いいもの買うと長く使えるっていうじゃないですか。なので、いやでもかっこいいですね。ちゃんとここにシンプルだけど好き。すごいな、すごいですよね。これを思いついた人に会ってみたいです。これをこうしようと思った人に。デザインをね。すごい感性ですよね。どう生きてたらそんなことを思いつくんだろう。それさ、これすごくない？ゴーグルやん。水泳部出てる。船めっちゃ可愛いじゃん。キミ、キミキミ、キミキミキミ。どういうこと？キミ。どういうこと？キミキミ。どういうこと？キミ、寿司好き？好きじゃない。どういうボケなの。ダメダメ。食べ食べ。絡んだ方が怪我するんですよこれ。キミキミ、寿司好き好き。ダメダメ。怖い。どっちもボケてるもん。キミキミ。怖い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 。寿司好き。怖い。ダメダメ。どういうこと。スカイヤ。お空や。すごいね。いい感じですか。いい感じ。上から来て。これが本当のザスカイ。これぞ本当のスカイ。全身いっとるやん。これぞ本当の、これぞ本当のスカイ。いただきました。いただきました。
はいはいはい。ちょっとこの辺、これ好きやな。アポギーです。ちょっと難しいですね。2週間もらっていいですか？めっちゃ待って。2週間変わっても来るんで、これ自分がつけたいやつじゃなくて、僕はあれですね、あの女性につけてもらいたい香水を選ぶんで。おいしいとしたら迷うな。ソムリエみたい。ソムリエみたい。これいいわ。めっちゃいい。どれどれ？これ？あの、これもう。じゃこれがもう。これいいな。でもなんかこれがいいな。お風呂入ってる気分になる。なんかお風呂入ってる気分になるやつ好きなんですよ。石鹸系とか。ほだんがやってきた。鼻こんな。あ、これ好き。好きこれ。あーあ、しつこくないな。はい、あの新しいやつです。あ、そうだ。はい、はい、あの、あ、これ中学高校の時につけてた僕の、あ、もう変わっちゃったんですけど、のやつにめっちゃ似てる。めっちゃ似てる。なんかこんな感じのマリンっぽいのをつけてた気がします。これにしました。いい匂いです。香水あんまつけないんですけど、ね、このボディーソープみたいな、あのあんまきつすぎず結構あのいい香りがしたので、これがこれにしました。ここに君臨する若きレジェンド、ローランドさんです。よろしくお願いします。自己プロデュース力、自分をプロデュースして自分はこういう人間ですよとか世界に羽ばたいていくために一番大事なことなんじゃないのかなと。自己プロデュースといっても何から始めていったらいいかわからないと思いますので、じゃあまず1個目は、唯一無二の、こいつといえばこれだっていう、そういう、まあ、ブランドですよね。まあ、将軍言ったら例えば筋肉だよねとか、まあ、何でもあると思うんですけど、特徴パッと思い浮かぶところを身につけていただきたいなっていうところで、まあ僕名言で、はい、まあ俺か俺以外かっていう。そうですよね、まあ、先生と言ったらもう容姿端麗ですけども、やっぱり名言が有名ですから。これまあ他にもですね、あの名言いくつかありますよね、はい、男に生まれたからには地球の一つや二つは幸せにしないと。言った覚えあるな、はいはい。他には、最高のものがいつも最高の扱いを受けるとは限らないよ。子供にはロマネコンティを出すよりもコーラを出した方が喜ばれると同じ。これ意味わかるか、ロマネコンティって知らない子も多いのかな。ロマネコンティっていう、まあ、すごく高いワインがあるんですよ。一本も本当何千万もするような。で例えば純喜がね、お客さんとか、まあ、周り世間に純喜って別にそんな大したことないよねとかかっこよくないよねって言われたら、まあ、そこで真に受けるんじゃなくて、自分はロマネコンティだと、まあ、周りが良さが分かってないだけだと、まあ、そういう風に考えるよっていう、まあ、こういう言葉ですね。捉え方次第で、捉え方次第で。なるほど、すなわち純喜はロマネコンティ。僕はじゃあロマネコンティ。ロマネコンティ。J-O-1 のロマネコンティ。なるほど。分かりやすい。これがまあ一つ目のブランディングってやつですよね。そうですね。今回の数々のローランド語録からブランディングのコツをまずは学んでいただきたいと思います。まずはこちら。人が見ていない時こそ
まる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 。何でしょう。ここに当てはまるものは何でしょうか。さあ分かった人は手を挙げていただいて。そう。これはまあ自分に言い聞かせるというか、普段の自分の行いにリンクすること。ほう。普段からって、お、敬語くん来ましたよ。一発目。はい。何でしょう。人が見ていない時こそ格好つける。あの、ちょ、あの、他いる？担当職に言うと敬語正解です。そうですね、カッコつけるということなんですけども、はい、正解、素晴らしいです。僕ね、寝る時とかでもジャケットを着たりとかして、あの寝たりとか、まあ、ちょっと出かける時でもヘアメイクをして出たりとかするんですよ。で、まあ、そういう行動をしているとね、まああまり男のノウハウとか男のイロハを分かっていないバカたちから、なんでこう人が見ていない時にカッコつけるんだと言われるわけですよ。もう家の中だったらもうリラックスしていいじゃないかと、なんでそんな常に気合い入れてカッコつけるんだと、まあ、僕はそう聞かれるんですけど、まあ、そういう風に聞かれると僕はまずねこう返すんですよ。人がまあ見てない時にカッコつけられないやつがどうしてこう人が見てる時にカッコつけられるんだと、つまりみんながね、例えば今日番組のこうバシッとカメラ回ってますと、なんか今日収録だからよし気合い入れようってまあカッコつけたとしても、普段からカッコつけてなかったらやっぱりパッとカメラで抜かれた時だったりとか、まあ、そういう時にあこいつ普段は適当なんだろうなって、そういうところが出てしまうんですよ。みんなにもプライベートの時からやっぱ役作りをしてほしいわけですよ。ちなみに先生はなんか普段からどんな役をイメージして生活してるんですか。僕はあの、はい、さっきもね王子系の子いたけど、はい、僕は王子様みたいなブランディングというキャラクターで世の中に出ていたかったから、だから王子様だったらどうするかなっていうことを基準に生活してみたんですよ。まず風呂上がった時に、王子様だったらまあ風呂上がりに牛乳は飲まないですよね。じゃあ王子様はどういうの飲むかな、多分ワインを飲むんだろうな、だから誰も見てなくてもこう風呂上がりにワイングラスにワインを注いでこうワインを飲んだりとか、自分が理想とするブランディング像を24時間演じてみる。なるほど。まあ僕はそういうことをやっていきましたね。続いての名言、〇〇されて初めて一流である。なんでしょうこれは。スカイ行こうかな。スカイ、嫌がらせされて初めて一流。ほう、うん、一理あるね。惜しいね。惜しいよ。うん、惜しい惜しい。ある種それも正解だね。あ、じゃあ行こうか。はい、ルキ君、けなされて、けなされて初めて一流である。まあまあ惜しいけども。ちょっと待って、たくみくん、たくみくん大丈夫か。ちょっと今のはすごかったよ。カメラ多分撮れてたのかな。いや考えてた、ここに肘がガーンってなってなって。じゃ最後に聞いてみよう、誰か。お、じゃあね、真似されて。すごい、もう優秀だぞ。すごいな。真似されて初めて一流である。何、すごい正解率なんだけど。もう近いですよ、一流が。皆さん、本当にすごいね、やっぱりね。やっぱすごいわ。あのホストの子たちに聞くと全然正解が出てない。まあこれはもう本当に、まあ、読んで字のごとく、はい、まあ、真似されてこそ本当にまあ本物であるぞと、うん、やっぱりね、あの人っていうのはかっこいいなとか、ああいう風になりたいなと思わなきゃ真似しないじゃないですか。だけど真似されて文句を言うとか、真似されてあいつ真似しやがったって言うってことはイコールもう僕は新しいいいものを作り出せませんって言ってるのと同じなんですよ。別に真似されたらまた新しい真似したくなるようなものを作ればいいじゃないか、それの繰り返しじゃないですか。だから俺の言った一言をね、例えば慶吾が俺か俺以外かを真似して、俺がめちゃくちゃお前なんで俺の言ってることを真似してんだよって言ったとしたら、俺はイコールもう新しい素晴らしい名言を生み出せないって自分から言ってるようなもんで、そんなかっこ悪いこと俺は言いたくないんですよ。慶吾が真似したら俺はまた新しいものを作って、そしてそれを慶吾がまた真似したら俺がまた新しいものを作って。ずっと真似するじゃん、慶吾くん。お願いします。いや、お願いします。慶吾くんも考えてください。自分で生み出してください。考えます、考えます。はい、いうことで、自己プロデュースのポイント、そのブランディング分かったでしょうか。はい、でもみんな優秀だったね。本当にびっくりしました。いや、すごいですよ。先生も授業して楽しいですね。物分かりがいい生徒だ、やっぱり。だから自分のね、新たなブランディングしたキャッチフレーズを今から皆さんに考えていただきたいなと思います。はい、考えられるかな、難しいかな、ちょっと。ちょっとシンキングタイムを、じゃあね。まあじゃあシンキングタイム、シンキングタイムを少し、はい。まあ、なりたい、例えば、まあ、王子様みたいになりたいとか、逆に言ったらもう自分に自信があるんだったら僕は自然体で勝負したいとか何でもいいんですけど、うん、まずなりたい、まあ、その理想像のキャラクター、
やっぱ自分のゴールを決めること大事なんで、まず自分のゴールを設定しましょう。うん、じゃあシンキングタイム。難しいかな、ね、まあそんな気負わずに。ちょっと鶴房くんの速さが尋常じゃないですけど。発表してもらいます、ね、はい、じゃあ鶴房くん、ね、はい、僕は重機チワズリです。重機チワズリ、ちょっと待ってください。渋滞してます。チワズリっていうのはさっき出てきましたけど、重機っていうのは何なんだろう。はい、チワズリは見た目、あのチワワとグリズリーで、はい、あのチワズリ、はい、重機はあの、はい、まあ、重たい機械、うんうん、あの重機ですよね。はい、それは分かるんだ、はい、その意味を、はい、重機チワズリというのは、あ、でも先生、あ、僕分かりましたよ、はい、あのね、先生、あのどっしり構えるって男ですごい大事なことじゃないですか、はい、まあそのなびかないというか、そういうあの重々しい男って俺は結構ね男らしくて好き で、はい、でその中にチワワのまあ可愛さ、あと、はい、まあ、あざとさもあって、はい、クマのこう獰猛さもあって、それをまあ兼ね備えたそういう男になりたい、はい、そういうことかな。はい、全て正解です。本当ですか鶴房くん、本当ですか。じゃあどっしりした男は普段どういうことをするのかなってことを、まあ、家にいる時も、はい、朝起きた時からずっと、はい、あ、なんかこう重量感のあるどっしりした男ってこういうことを多分するだろうなっていうところを、まあ、あのちょっとね想像して役作りちょっと頑張ってみてください、はいはい、頑張ります。重機チワズリ鶴房、はい、素晴らしい。鶴も入ってるからね、こんな感じでね、まあ、できてきたかな、ね、最初の方がいいですか。あの気づかない、まあそうだね、全然気づくのは気にしなくて、リーダー、ね、リーダーめっちゃ保身に回るじゃん。じゃあリーダー最後にしましょう。それはやっぱりね。じゃあ木俣君いきます。先生いきましょう。じゃあ、はい、キャッチコピーお願いします。キャッチコピー、あ、はい。もうブランディングしょうやはもう、はい、あ、いきます。はい、いいよ、失礼します。で、はい、自然体個性面です。自然体個性面、あ、ってことはもう自分に自信があるんだ、もう自分はこのままでもやっていけると。うーん、というより自然体の僕を好きになってほしい。あー、なるほどね、いい、うんうん、僕は僕を好きになってほしいので、うん、この業界に入って、うん、そうですね、で、それをやっぱ変えてしまったらダメだなと思うので、うん、まあ、個性と、あ、いいこと、そういうのを大事にしていきたいです。偽りの自分ではなく、もう本当にもう翔也自身を見てほしいと。そうですね、僕なんかその愛してるとかそういうのとかも結構苦手で、でもまあそのファンの方のことは好きなんですけど、はい、そういうのあんま言えなかったりするんですけど、やっぱついてきてくれる方もいて、ね、はい、そこが木俣君の良さだったりするもんね、うん、はい、だとしたらもう自分を何があってももう、まあ、ぶれないと。はい、それをね、あの、まあ、普通に自然体でいられるように。ありがとうございます、ね、面白いな。レンはできた。できました。お、じゃあレン君いきましょう。キャッチフレーズ、レン君のお願いします。僕のキャッチフレーズはじゃん、教科書に載る男、川尻レンです。素晴らしい。俺もね、あの世界史の授業で点数が悪くて、お前本当に点数悪いなって言われた時に、あの歴史は勉強するもんじゃなくて作るもんなんだよ。いや、これですよ。何の教科書に載りたいの、歴史。やっぱり、いや、違うんだ。何の教科書、歴史もそうなんですけど、なんかエンターテインメントの、うん、あの授業みたいなのもなんか将来できたらいいなって思ってて。なるほど、今にない教科書ですね、はい、自分で作って。そう、川尻学部、川尻学科を作りたいと思って。、ね、できるよ。そのまあエンターテインメントといったら JO1 川尻蓮っていう風になれたらいいなっていう願いを込めての。いや、すごい、まあ、素晴らしい。いいよ、いいよ、そういう風の欲しかったよ。すごい。うわ、蓮君の後結構きついっすわ。いや、だから人と比べるもんじゃないってさ。そっか、はい。声は出てる。はい、よっしゃ、世界に響く俺の歌声、一緒に歌おうぜ。イエーイ。素晴らしい、素晴らしい、元気だよ、勢いで持ってた。誰よりも歌が好きで、はい、あの誰よりも歌が、はい、歌に自信があって、あの歌に愛された男です。あ、それにしたらよかったかもしれないですけど。歌に愛された男、歌を愛し愛された男に変えようか。じゃあ、そ、あの、それだと、いやいや、それだとサンシャイン河野になる。それ、ただ
たの3じゃん、池崎いや消しちゃった、はい、いや純喜が素晴らしいなと思うのは、はいはい、やっぱりあの僕らこう人前に出る仕事ってお中元じゃないんで、はい、つまんないものなんでって出されたら、はい、つまんないものに金なんて払えるかと思うわけじゃないですか。これ素晴らしい、もう僕が選んだ最高の一品なんで受け取ってくださいって言われたらおなんだって楽しみになるじゃないですか、うん、それと一緒で僕歌なんてっていう人の歌よりも純喜みたいに世界に轟かせますよ僕の歌をって言ってくれた方がやっぱ俺は聞きたいなって、お金払ってるの聞きたい、うん、素晴らしかった、うん、頑張ります。いきます。僕は、はい、見た目は天使、中身はアメリカン、大平祥生です。おお、これはちょっと意味があって、まあ、見た目はちょっとふわふわしてるかもしれないんですけど、うん、中身はあの昔からアメリカの文化が大好きで、昔からもうずっと見てきたから海外気質というか自分でもあれですけど、そして聴く音楽ももう可愛い系とか全く聴かなくて、うん、重点音が聞いたなんかいかつい曲しか聴かなくて。なるほど、結構肉食系なんだ。ギャップがあると思います。おアメリカンな感じなの、はい、アメリカにはちなみに住んで、あ、1ヶ月ぐらい留学行きました。どうですか先生、この中身はアメリカンですけど。いや、いいと思いますよ本当に。なんか見た目本当可愛らしいあの見た目してるから、すごくなんか可愛い系の男の子かなと思ってたんで、うん、その好きな食べ物とか、そのアメリカン的な、やっぱりあちょっと聞いていいですか、好きな食べ物。来た来た、向こうでずっとホットドッグとピザ食ってました、はい、でもやっぱホットドッグとかだとちょっと、まあ、はい、まだちょっと天使感抜けないんで、はい、もう何なんですかね、あのバッファローとかどうですか。ワイルドですね。バッファロー、バッファロー4頭骨付きバッファロー骨付きバッファローいきましょう。これぐらい行ってほしいな。これからなんか翔星君は好きな食べ物聞かれたら、はい、もうバッファロー、バッファロー骨付きのバッファローとかね。バッファローいいね。まあちょっとアメリカンかアフリカンか分かんなくなってるんですけど、ちょっと中身アフリカンになりそうですか。バッファローか、もういい、もう、はい、お、匠の筆が、やっと肘が治ったみたいですね。完治が早い、やっと肘が治った。やっぱね、すごいセンスあるから治療も。はい、で、いきます。はい、じゃあそれではキャッチフレーズお願いします。はい、下手を打っても、肘を打っても、センスあふれるカリスマ。素晴らしい。すごい柔軟性。すごいね、臨機応変に。いや、今のハプニングをね、こうやってすぐキャッチフレーズに入れるというまたセンスですよ。匠すごいよ。あの俺サッカーやってた時に、はい、雨降った時にね、あの監督に言われた言葉があって、二流はあの状況にこう左右されると。でも一流は状況に左右されない。じゃあ超一流はどうするか。状況を利用するって言ったんですよ。まさに。まさに状況を利用して肘を打ったそのアクシデントを。そうです。左右されるんじゃなく逆に利用してやると、はい、超一流じゃないですか。超一流じゃないですか。すごい匠。いやーすごい。いきます。まめちゃんいきましょう。ちょっとあの漢字が分かんなくてひらがなで書いたんですけど、それもいいでしょう、はい、それもブランディングだ。想定外を想定する男。おあのそれっぽいな、まあ、それっぽい。匠が肘打つのもう全部分かってる。あれも計算だったと。全部分かってると。こういう業界に入っていろんなことが起こると思うんですけど、それを想定外のことが起きても想定してこうなんかかっこよく振る舞える男になりたいなっていうのでこれにしました。すごい。いや常に想定外だもんね、まめちゃんの場合は、はい、そうですね。この JO1 に入ったのもね、岡山から出てきて17歳で。でもその先を読む力っていうのは本当に大事だと思うから、うん、その想定外って思われることも ちゃんとね、リスクマネジメントじゃないけど、こういう風になるのかな、このトークってことは次はこういうトークが来るなってことを想像できたら、やっぱり一回り上のトークスキルだったりとか、まあ、あのそういうことができるようになると思うんで、はい、想定外をしっかりね、あの想定できるっていうのは大事なことなんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。想定外だった。まさかあの答えは。うわ、よし、いきます。はい、お願いします。はい、はい、はい、スカイもスカイも限界はない。おー素晴らしい。これは、はい、あの僕がちょっと枠にはめられるのがすごく嫌で、空にも限界はないじゃないですか。うん、そういう男だぞっていう意味も込めて、うんうん、これ分かりやすくてそして素晴らしい。素晴らしいですよね。スカイっていい名前だもんね。はい、ありがとうございます。まあ、あの人って例えば高いところに行くと落ちるリスクを考えちゃうじゃないですか。高いところに行けば行くほど落ちた時に痛いじゃないですか人って。でも考え方変えたら、まあ
こうね、空高くこう上がっていって、そしてもっと上がって宇宙に行ったら、宇宙って無重力だから落ちないじゃないですか。だから結局人っていうのはもう生き切るとかまで生き切ればもう落ちる怖さすらなくなる、僕は思ってて。だからこのまま行けばね、近所宇宙、宇宙もうスカイどころじゃなくて宇宙まで行っちゃえと、そういうことですよね。はい、解明ですね。ちょっと解明ですか、はい、素敵なお名前で両親にはちょっと申し訳ないですけど、はい、近所ここに来て、はい、スカイ改め近所宇宙はちょっとあれね、宇宙って書いてスペースにします。あ、素晴らしい。いや、スペースもおかしい。王子、王子来ましたよ、 JO1 の王子様。それではキャッチフレーズお願いします。はじめましてではないです。だってあの日俺と夢で会ったでしょ。みんなの夢のプリンス、どうも JO1 の貴公子です。王子っぽい、王子っぽい、たまらないね、うん、はい、すごい。でこのホワイトセレブレイトっていうのは、はい、僕自分の名前にも白岩が入ってて、自分の担当からもホワイトなんで、まあ、僕の生まれた日に祝福をっていうことで。はぁ、やられた、これはやられましたよ。すごい、座ってください勝負が厳しい。でも王子を演じるっていうか、もう本当自然にそれが出てくるってこと、本当にあのね、生粋の、まあ、生まれながらの王子様なんだもんね。うん、まあ、これをね、まあ、人生の先輩としてもう一つ、まあ、あのアシストするとしたら、まあ、夢に出てきても出演料は負けてやるよ、その代わり主役で頼むなと。素晴らしい、これがやっぱりトップに君臨するね。僕も王子ではなく王を目指してるんで。王子じゃない、だから王と王子なわけですよ今。王子、王と王子がいますから。いきます。まあ、先生に最も憧れてる男ですから、J.O.1 の中では。はい、それじゃあキャッチフレーズお願いします。はい、俺は俺以上にかっこいい人が嫌いだ、だからみんな好き。おお、聞いたこと、聞いたこと、まあ、閉じないでください、閉じないでください、オープンしてください。とりあえずマジでこれが言いたかった、はい、あれ、ね、その小出しにしていくシステムなんですかそうです。まあまあ一回休憩してみましょう。はい、もう一回、もう一回めくろうか、はい、もう一回めくって。俺は俺以上にかっこいい人が嫌いだ、だからみんな好き。真似することは目標があること、うん、です。さあ先生、これはどうでしょう。あのまず最初のフレーズが、あのちょっと僕言ったことあるなーっていう、なんか聞いたことあるなーっていうやつ。あれ、まさかのパクリ説。そうなんです、またもやパクリ説。そうなんです、そうなんです、そうです、認めましたね。はい、あの僕めっちゃ好きで。なるほど、じゃあ K は本当もうローランドになりたいんだ。まあそうですね。なるほどね、JO1のローランドとして生きていくってことですか。そうですね。ああ、なるほど。そしたらもう敬語はもうじゃあ24時間ローランドだったらこういう時どうするかなってことを考えて、はい、そうですね、はい、じゃあもう今日とんでもないです、直でこうやって講義を受けれるってことは。びっくりしました本当に。やっぱり憧れられてるなと思ったら、僕もあの気が引き締まるんで、敬語にね恥ずかしい思いさせないようにちょっと俺も頑張っていくんで。かっこいい。はい、敬語君ありがとうございました。第2のローランド、第2のローランド、はい、じゃあリーダー、うわ、リーダー最後いきましょうか。さあ、はいはい、リーダーなんでしょうね、先ほど筋肉とは言ってましたけど。僕はもうこの枠でいこうかなと、はい、沖縄から世界へ羽ばたく筋肉マスター from JO1 です。なるほど、はいはいはい。あのもうやはり筋肉もうあの僕はボディービルダーを目指します。もうわけわかんないグループになるからやめて。もう全然違うグループになる。でもこれだけ個性が揃ってたら、はい、もう僕がちょっとまとめる必要ないんじゃないかと。やっぱりリーダーっていうのは自分がのめちゃくちゃ悪が強いタイプよりも、もしかしたらちょっとバランサーというか裏方をできるリーダーが実は俺リーダーに一番適してると思ってて、だから逆に言ったら自分がね、もしかしたら周りに比べたら個性ないなって思ってしまうかもしれないけども、個性別にないことはもちろんないんだけど、客観的に見たらやっぱりリーダーとして一番適任というか、ちゃんとバランスを取れて、みんなのことも考えられて、すごく理想的ないいリーダーだと思うから。ありがとうございます、うん、ちょっとまだあのボディービルを目指すのはちょっとねもう少しだけ待って、まあ、もう少しだけ待ってみようか。はい、やべ、あのルキ君が膝から崩れ落ちた。男として必要なスキルなんじゃないのかなと。週刊文春です、すいませんでした。好きです、付き合ってください。おう
いや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 。すごいくれ。もう叫んじゃねえよ。J1 ハウス慶吾のコスプレ七変化。このコーナーは僕がさまざまなコスプレを着こなし七変化していきたいと思います。そちらに七変化なので7枚カードを用意しました。はい、なので引いたやつからコスプレをやっていこうと思います。了解です。まず好きなのじゃあ選んでください。じゃあこれにします。どどん、医者です。うわこれはかっこいい。どんな医者になりたいですか？そうですね、やっぱいろんな人を助ける医者になりたいです。外科医ですか内科医ですか？何ですかそれ。入ります。ご加減いかがですか？ちょっと様子見ますね。ちょっと心臓がドキドキしてますね。でも僕の方がドキドキしてます。でも僕の方がドキドキしてます。JO1 ハウス木本翔也のチャレンジハウス、イエーイ。なんか動物と仲良くなりたいって書いたんですよ。フンボルトペンギンですね。うわすげえ、かっけえ名前。電気使いそう。かっこいいな。僕ペンギンの動画結構見ますよ。ペンギン好きですか？ペンギン好きっす。なんかランドセル背負ってるペンギンとか見ます。かわいい。これ一人ずつ名前がちゃんとあるんです。ついてます、名前。飼育係は慣れてる人だと顔を見て分かるようですね。こんにちは。こんにちは。はーい、お願いします。お願いします。こんにちは。お名前なんて言うんですか？枝豆ちゃん。枝豆、枝豆こんにちは。あ、挨拶一緒に来てくれて。はい、その人はパッタイちゃんですね。パッタイ、パッタイちゃん。パッタイちゃん、パッタイちゃん。え、本当に可愛い。やばい。ペンギンって人懐っこいんですか？この子たちは飼育係が育てたペンギンなので触っても大丈夫です。大丈夫ですよ。こんにちは。うわすげえ、初めて触った。初めて触った。触られて気持ちいい場所とかあるんですか？触られて気持ちいい場所、結構頭のこのめっちゃ気持ちよさそうにする。はい、触ると、はい、気持ちよさそうな顔してくれますので。かわいい、かわいい。枝豆ちゃん。めっちゃアイドルじゃん。アイドル、ほんまに。めっちゃサービスしてくれる。そうですね。こちらのボードがあるんですけども、はい、名前が全部書いてあるので、はい、誰が今、食べに来てるのかチェックします。うわ、すごい。まず、笹団子くんですね。笹団子くん。はい。あとは、瀬名くん。セナくん、黒切りくん、黒切りくん、はい、はい、ジャッパくん、ジャッパくんですね。ジャッパくん、この子なんですか？この子、この木俣の色。笹団子くん、マジでめっちゃ足踏んでくるやん。え、でかいね君も。ビールくんって言って、ビール、はい、もううちのアイドルですね。あ、ビールくんは。そうです。あ、危ない。人を選ぶ傾向があります。人を選ぶ。俺を好きになりなさい。では、はい、早速なんでご飯をあげてもらいたいと思うんですけど、最初はちょっと勢いがすごいので、はい、枝豆めっちゃ足踏むやん。ではちょっとご飯を開けていきたいと思います。開けていきますね。声すごい。せーの。うわ、おいしそう。は
今食べてるのアジです。わあ、アジ、アジ食べてるんです。お、かわいい、はい、器用にお魚を回して。ペンギンはくちばしに歯がついてないので、お魚を食べるときはもう噛まないでごっくんって丸飲みします。で、頭から舐めるんですよね。そうなんです。ブーン、そこらしいですね、はい、ビール、あ、その子ビールくんですね。ビールかわいいな。ビールがすごい子たちが、ビールエアーでなんかやってるもん、カチッて。あ、お前、枝豆か、違う、枝豆か、枝豆です。あ、枝豆だ、枝豆覚えた。 ありがとうございます。なんかこいつ、笹団子くん。そうです、笹団子くんです。笹団子くんはくちばしの先端がちょっと曲がっているんです。本当だ、ひねくれたやつだな。では、皆さんにはこちらでお魚あげてもらいたいと思うんですけど、お魚あげるときは頭から、はい、頭からで、くちばしに入れるように、いいな、はい、あげます。うわ、いただきます。あ、はい、そうや。あこっちや、こっち。お、笹団子。すごい上手。お、次もすごいですね。うわ、いっぱい食べろ。うわ、勢いすごい。ほう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 。ほらほら。お、枝豆じゃん。枝豆とバッチリ食べてます。枝豆はマジで分かりやすいな。食べた食べた。あ、昨日かちょっとおばあちゃんの、どうかな。お、食べた食べた。おばあちゃん、おばあちゃんなんですけど、すごいですね、あの、上手に渡してくれたので。おばあちゃんしっかり食べてくれる。年寄りには優しくしろって言われる。あ、取られちゃうよ。今渡そうとしてないやつにこう目線外したら取られちゃった。若い子たちはもう横取りしちゃうんで。すごいな、いいな、動物園って。動物いいっすね、やっぱ。さくらちゃん、そうです、正解です。イエーイ。笹団子、あ、正解です。笹団子、笹団子、すごい貴重な体験、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひお名前覚えてもらったので、また会いに来てください。はい、はい、もうこれ誰でしょう。ビール、正解です。すごいな。そう、はい、さくら、正解です。すごいです。あ、枝豆、枝豆、正解です。素晴らしい。たくま、たくま正解です。すごいね、それはすごいわ。すごいですね。枝豆マジで、はい、好き、好きやわ。今持っております。アードベンニャーババジッジバボライオンキング、レンズつつかれへんから。こちら今いないんですけど、さっきまでホワイトタイガーが入っていたお部屋になります。壁と半分ぐらいで、えぐい、めっちゃ跳ね返ってくる。えぐいって強くやるといいやろ。こうやって持ってもらって、はい、こんな感じで押せるとやりやすい。はい、うわ、すっごいなんかえぐい、アルコールみたいな。ああ、匂いする。アンモニアですね。アンモニアですね。すごい、もう結構目に染みますよね。鼻にきました、ね、洗剤とか使わないですね。そう思うと、そうですね、やっぱり動物の体を考えて、ああ、そういうのだけしかない。お、すげえ。はい、じゃ次が仕上げですね、はい、最後水を切ります。あ、めっちゃ水切れる。じゃあフェースシールド見えへんわ。お前めっちゃ綺麗に切れるよ。ええやん。これうまないかもしれない。うまい、さすが。はい、これで一連の作業が終了です。はい、終了しました。
匂いが強烈です。やばいです。ただそれに、まあ、慣れるっていう感じですよね。だから収穫係は匂いを感じてないわけじゃなくて、ちゃんと感じて、ちょっと酸っぱい匂いがしてたらちょっとお腹の調子悪いのかなとかって、うん、そういう健康のバロメーターにもしますんでね。人参長い。おったい、めちゃくちゃ硬い。あ、これミスったわ、これ多分。味は一緒だよ。分かりそう。ですね。猫の手っていうか。ああ、あります。こうやってても、親指だけ出してみる。人参長い。おったい、めちゃくちゃ硬い。全然考えても大丈夫。大丈夫ですか？はい、全然大丈夫です。めっちゃ雑ですけど、おばあちゃんによく、男は台所に立つなって言われてて。でも逆にそれがあってすごい料理とか興味があって、なんかこういうのを家とかで料理とかよくするようになったんで。こんなペースじゃ開店時間に間に合わないよ。これな、頑張るぜ。はい、頑張ります。すいません、俺だけこのエグいの。だんだん慣れてきたぞ。落としてしまいます。慣れてくる。どうですか、いい感じ。おお、お願いします。お願いします。扱い最高。そうそう、今日帰ったら何食べる？投げてもそうです。焼肉屋さんで出てくるサイズですね、これ。匂いがする獣の。か、やべ、鳥肌立ってきた。じゃあ、扉を開けますね。え？え、これ開けていいですか？なんか、ちょっと離れてきた。でかっ。お父さんですね。え、ちゃんとこれ鍵閉まってます？大丈夫です、二重になってるんで。ロッキーですね、ロッキーくん。ロッキー、ほら、もっと下がっておいて。じゃあ、もっと下がっておいて。持ってて、重心。顔がね、映んないじゃないですか。うまい。獲物を見た。あ、強まいです。すごい強まい。やばいっす。はっ。ほら、あの虫をもらう虫。見ました。食べた後に僕に目線合わせてくれました。黒かったなって、このゲージが二重になってて。はーい。ワンタイムです。早いな、お前。めっちゃ早い。楽しそうやな。楽しい。うまい。わお。迫力やばいっすね。シオンの肩幅の迫力もすごいけど。俺の目線だと。GT 飼育体験、ご苦労様でした。ありがとうございました。まあ、こんな体験すること多分もうないと思うんですけど、いつまで切らせていただいて、うん、本当にありがとうございました。はい、お世話になりました。あの、僕たちが普段あの表で見てること以外に、すごく裏でやっぱり飼育員さんたちであったり、まあ、動物との関わり方、本当にたくさんのことをすごく間近で経験させていただいて、本当にありがとうございます。一生の思い出です。やっぱ掃除とかさせていただいて、後ろから綺麗にして動物をよく見せるっていうのもスタッフさんの仕事なんで、いい経験になりました。ありがとうございました。仲良くなれましたよね、結構本当に。まあまあ特に僕はペンギンが、もう確かに飼育員さんたち その動物たちに対する愛情っていうか、はい、一体一体接し方もそれぞれ違う感じでやってるのが本当にすごい伝わって、で動物が好きなのもすごい伝わってきたので、本当になんかこっちもなんか見ててすごい心が温まりましたし、なんか貴重な体験だけでなく、なんかそういうのも知れてすごい勉強になりました。本当にありがとうございました。公約執行。
うわ、これはまずいよ。おお、段差だった。うわうわ、人形うわうわうわ、なんかかかった。JO1 シーズン2